神奈川県人権啓発センターおよび自転車です。たまには自転車のウェブサイトのね記事の話をいたしたいと思います。今回は令和2年度補助金負担金調書というこの書類に関するものなんですけども、これとある自治体の補助金ですね、補助金等の名称自治会融和対策事業で、支出先が自治会、手段自治会融和対策事業の補助、地区住民意図同和問題解決のための様々な啓発活動及び交流活動ということで、なんでね融和っていう言葉を使っているのかちょっとわかんないんだけども、まあ実際はこれは同和対策の予算で、まあ常識的に考えればこの自治会っていうのは同和地区の自治会ですね。さあどこの自治会なんでしょうっていうことなんだけども、この下の方にね書いてあるんですね。課題とか改善状況っていうのがあって、国の同和対策事業は初期の目的を達成し一般対策へと移行、ちょっと途中の部分省略しますね。ずっと下の方にですね、地方改善対策事業柳町自治会って書いてあるんですね。自治会融和対策、これ以前はね柳町自治会融和対策事業補助金っていうね、まさにそのままの名前で、まあ柳町が対象なんです。で柳町っていうのはね関市にあるまあ部落なんですね。これ全国部落調査にも載っててね、昔の記録だと二十何件とかあるんで、そんな大きな村ではないですね。元はなんかねこう目ん玉みたいなちょっと不思議な形をした部落なんですね。この過去の航空写真で経過を見るとね、結構よそからの住民も入ってますね。22件じゃないですね、今もっと増えてますね。どうも宅地開発がされたりして、まあ実際どれくらい古くからの住民があるのかってのは分かんないけども、でもまあ多分この自治会ってっていうのはそのまあ大体はこう昔からの住民なんだと思うんですね。で年間の予算が17万1000っていうものです。でね向上しているとか、まあとにかくここにね評価チェックはあるんだけども、評価チェックはまあ適当とかね達成できている目的についてとか、まあそういうふうに書いてあるんだけども、なぜかね赤字の部分があるんですね。で下のところね、これちょっとねこの課題っていうのを見てみると、関市の上記事業は補助金の申請、実績報告等の事務手続き等は地域の実情から市の担当者が事務手続きを行っているのが現状。加えて事業及び支出内容も不透明な部分が多く、事業の有効性があるのかは疑問ということで、あれ有効性に疑問って書いてあるから、あれあれあれと、適当とかね達成できている。なんかこの辺りの記述と矛盾してるような気がするんですよね。でね、これがその詳細な決算内容なんですね。これこれこれ。これですね。これです。17万1000円が支払われてて、まあこういったね、活動内容が書いてあるんです。ただ、これも、まあ市の職員が書いたっていうことになるんですかね。で、決算書があるんですけども、これね、見ていただくとあれと思う人もいるかもしれない。きっちり使い切ってるっていうことで、いやこういうことがあるのかなっていうところですね。この合計額がね本当にきっちり、もうきっちり揃ってるんですよ。こんなことありえるのかっていうところですね。でね、これだけじゃないんです。実は他にもですね、部落解放同盟にもお金出てるんですね。でこっちにもね決算書があるんですけども、ちょっと見てみますか。決算書これですね。こちらに関しては予算額と決算額は全く同じなんですよ、うん、でしかも1000円以下のこれ端数ないですよね。でこっちはなんとね同和会にも出てます。自由同和会ですね。こっちは自由同和会なんですけども、こっちもですね、こうやって見ると決算額あるんですけども、ほら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 、もう予算額、決算額は全く同じ。まあ、ちょっと違いもあるところもあるんだけども、でも、ね、こうやって見ると、もう1000円単位でぴったりですよね。だから、こんな端数がないっていうこと、あり得るのかっていうところなんですよね。まあ、普通はあり得ないでしょうっていうことで、実際、関市も聞いてみたんだけども、
まあ実際ね、その担当者の人が書いたそうなんです。こうやって問題があるっていうことを。だからまあ実際いろいろ問題があることはあるらしいんですよ。事務をその職員がやってるってことに関しては、まあ一応ね、その丸々全部そのやってるっていうよりは、一応は自治会のその担当というか、まあ自治会長と一緒にまあ手伝ってるっていう、まあそういう意味だっていうふうにはおっしゃってましたけども、どちらにしろね、やっぱりいろいろどんぶり勘定だったりとか、まあ不審な点があることは間違いないんですよね。で、あとは、まあ、解放同盟だとか、その同和会の、まあ、補助金っていうのも、まあ、いかにも、まあ、どんぶり勘定というか、いい加減にやってるんじゃないかっていうところなんですよね。ただ、同和会、解放同盟に関しては一応事務所があってですね、事務方がやってるらしいんですよ、団体の。うん、だけど、まあ、これに関してはですね、まあ、少なくとも、その、関市としても、まあ、問題があるということは認識してるということなんですね。ただね、その自転車というか、まあ、本、チャンネル的に問題だと思うのはですね、この書類ね、実はですね、これ、今ね、これ、ウェブサイトでね、関市のウェブサイトで検索してみたら出てくると思うんだけども、今、この部分が消されてるんですよ。で、赤字も黒字になってます。つまりね、多分この問題があるとか、あと特にね、この柳町って書いてあるのを消したかったんですね。あと他にもね、これ柳町って書いてある書類って他にもね、関市のウェブサイトに上がってたんだけども、もうことごとくね、柳町の部分がなくなってます。消されてます。まあこれ、とある関市の方なのかな、情報公開請求したんですよ。で、その瞬間になんか消されたって言いますから、だから、まあ、いざね、言われたら、あ、これはまずいっていうことで、公文書こうね、改ざんというか、まあ、改ざんというかね、まあ、修正したんでしょうね。これね、いや、まあ、解放同盟とかね、解放同盟の関支部とか、自由同和会の関支部っていうことに関しては名前は出てるんだけども、この自治会名は出てないんですよね。で、本来ね、情報公開請求すると、団体名っていうのはね、基本消されないものなんですよ。個人名っていうのは個人情報っていうことで消されるんだけども、まあ、公共工事なんか経験ある人はわかると思うんだけども、公共工事をやると当然業者名って公開されるんですよね。うん、その団体として、あるいはまあ事業者として税金を受け取ってるっていう場合は当然その名前っていうのは出されるわけです。そうしないとやっぱ税金の使途の透明性という部分で問題があるので。だから自治会も当然これ団体でね、まあ事業主体なので公開されるっていうのが普通なんですけども、まあ普通じゃないことが行われてる。まあ特に普通じゃないのはやっぱ途中で消されるっていうのはいかにもね、ちょっと怪しいですよね。だからまあそれは同和対策だからっていうことなんです。同和地区だって分かってしまうから消されたっていうことなんだけども、するとですね、これ解放同盟にしても自由同和会にしても、その支部の名称に同和地区の名前入れたら消されるのかっていう話になるわけです。ということは、まあその他ね、いろんな団体にしても、じゃあ団体名に同和地区の名前入れといたらこうやって黒塗りにされるのかっていうところなんですよね。それやっぱおかしいと思うんですよね。そういうことをすること自体がもう同和地区だっていうことを言ってることになるし、でいかにもね、不透明な扱いをしてるっていうことをですね、自ら証明してしまうと思うんですよね。だから同和地区というものがなんか後ろ暗いことの隠れ蓑に利用されてしまうんじゃないかというあたりで問題提起したいしね、僕はまあ、裁判やってることもあるんですよ。その全国部落調査ね、その部落地名出すことがプライバシー侵害だとか、そうやって、まあ、裁判所に、まあ、第一審ではね、そういうふうに言われてるんだけども、じゃあその理屈からするとやっぱり、じゃあその同和対策なんかで公金が出てもじゃあ消してくださいっていうことになるし、まあ、関市はね、まあ、今までだったらこうやって柳町って言って出してたわけだけども、まあ、当然これも消さないといけないということになってしまうわけです。まあ、解放同盟とかね、まあ、裁判所にしても、その、いやいや、一覧だから、全国の一覧だからダメなんだとかね、広く知られてるからダメなんだとか言って、そうやって言い訳してるけどね、まあ、あるいはその金儲けのためにね、バンバン売ってやろうみたいなことを僕は言ってるのはまずいみたいなことは言ってるけども、でもそれ関係ないっていうことでしょ、結局は。結局はその同和地区の地名出したらプライバシー侵害だっていう理屈だったら、当然こういうものも黒塗りにされるっていうことになるわけです。そんな目的がどうこうなんて、そんな言い訳通らないですよね。結局同和事業っていうのは不透明にやるしかないっていうことなんですよね。じゃあこういうのおかしいですよっていうふうに、じゃあ声を上げる場合どうしたらいいんですかね。
例えば市民の方だったり市議会議員の人だったり、こんな童話地区の、ね、補助金でこんな、ね、不透明なのはおかしいですよと、黒塗りなんておかしいですよ、その、ね、この会計もいい加減じゃないですかっていうふうに指摘する場合どうすればいいんでしょうかね。じゃあどこの自治会かっていうことも言わずに取り上げるんですかね、いやまあそんなこと言わなくてもいいじゃないかと、自治会名特定しなくてもいいじゃないですかっていうふうに言うかもしれないけども、あそうなんですか、じゃあでも本当に適正かどうかっていうのをね確認しようと思ったら、じゃあ実際その自治会に行ってみてね、自治会長に事情を聞いたりっていうことも当然それはやるべきなんですよ。だってじゃあその補助金を受けてる自治会本人の事情も聞かないでね、それで決めるっていうのもそれもおかしな話じゃないですか。やっぱり自治会長さん、自治会どこなのか、自治会長さん誰なのかっていうのを特定して、まあ議員さんだったらね、じゃあ実際訪れて聞いてみて、でやっぱり問題あるんだったらやっぱこれは改善しないといけないなと、で自治会側にも言い分があるんだったら、じゃあそのね言い分をちゃんと聞きましょうと、あのその言い分を聞いた上で適正になるようにしましょうっていうような活動をするべきなんだけども、こうやってね、地名自体も消してしまおうっていうことになるともうわけわかんないじゃないですか、どんな風に判断するんですかと。ということで、まあやっぱりその部落名は隠すべきっていう弊害が出てしまってるんじゃないかなっていう風に私は思いました。ということで、まあこういうことがね未だにあるっていうこと、まあそもそもね、そのこれ見てる方にとってはですね、いやこんな補助金がね、その童話地区のその自治会に対してこんなね融和対策って言って、こんなね補助金が令和の今2022年にもこんな風に出てるんだなんて、まさかこんなことがあるんだって思った方も多いと思いますよ。だって解放同盟とかの人なんてね、いやあのもう特権はない、その童話対策は2002年度で終わってるんだって言ってるけど、もう終わってないじゃないですかこれ見たら、ね、国の童話対策事業が終わってもその関市でね自治体が独自にやってるって言ってるわけだから、結局自治体は独自にやってるわけですよ童話対策を。でそれはあの利権なわけです、童話利権なわけです。なんで利権なのかっていうと、あの権利っていうのはね、ちゃんと公平に与えられるものが権利なんですよ。だけど特定のね、特定の一部の人たちが利益を得るものっていうのは利権なんです。だからこれなんか利権ですよね、あの童話地区の自治会にお金が出てるって、まあ特定のね一部の人たちだけにお金が出てる、これは利権ですよね。でなおさらこうやってね不透明なことがされてるんだったら、なおさら利権ですよね。本当にその自治会の中でじゃあ柳町の人全体が利益を享受できてるのかってちょっと分かんないですよね。本当あの一部の人が私腹を肥やしてるっていう可能性もあるわけです。まあそうでなかったら失礼かもしれないけども、でもやっぱり不透明なのは間違いないわけです。ということで、こういうことが未だにありますというお話でした。